今日は何ですか、ここのスタジオ女性入ってないんですか。今日女性の方出るんですか。今日来られなかったんですか。全くいない。ああ、だからこんなになっちゃうんですよこんなになっちゃうんですよね、珍しいんじゃないですか。そういうことか。うん、それか、それか。だってうちの番組だけスタジオの中に女性が一人もいないっていうのは。ですが月から日までいますよね、他の曜日。全員メガネっ子。全員メガネっ子ですね。まあそうですね。メガネ好きですか。俺メガネ大嫌いなんですけど好き嫌いじゃないですよ、これは生活補助道具ですからね。ですよね。嫌でメガネしてますよこっちだって。いやいやメガネをしてる。いやいやしてますよ、はい、なんかってコンタクトしたらコンタクトでまためんどくさいじゃないですか。そうですね。そうなんですよ、いちいちね、こんな保存液でこうやって、はい、ね、まあ、僕普段コンタクトですよ。あ、そうですもんね、はい、大変じゃないですかコンタクト。メガネの方が楽ですね。ねえ、メガネの方が楽です。そうですかね。まあまあまあ大変だ大変だ、はい、何かやらかしたろって言ったらこちらにいらっしゃる、言わない方がいいですかね、一人ねちょっと いかんせんいただけ、社内仕事中にいただけない発言をするというですね。いただけ成功、うん、今日は4年に1回ですからね。4年に1回ですからね。うちはだって正直下ネタとかほとんどないね。ないですか。ないです。僕の前に柴田さんに言われたんですけども、前に勤めてた職場があって、はい、やっぱ人から言われたことってそういうの全部自分の中に吸収してって、吸収、はい、勉強していった方がいいなって思ってまして、はい、西崎さんってよく上司権限で親父ギャグとか言うじゃないですかって言いますね、うん、下ネタ言わないですよねって言われたんですよ、うん、だからああそっか勉強しておきますって言ったからやめてくださいって言われまして、あんまり言わないんですよね、はい、うん、下ネタ、あ、下ネタ言わないですね。のシーンです。下ネタどっちかっていうともうね、うん、画面左半分、画面左半分、画面左半分の向こう側っていう、はい、うちね全くてか僕もよしそうですね。ね、今日も皆様よろしくお願いします。ああ、いろんな感じでって、はい、ありがとうございます。はい、いつも金曜日の方しか見てない方々までわざわざお越しいただいてるんですね。本当ですか。大変です、すごいね。じゃあ今日はもうない。ST さんのいじってますけどね、久々それ来ました、久々に ST さんがうちの番組来てしまったもんだからもうね、いくらね工藤さんが画面の外いるかっていじりますよそりゃいじってくれってことだろ本当に、なんだったら今から番組の後半ね何やるかって言おうと思ったんですけどね、あえてもう全部変更しましょうか番組内容ここまでやっておいて準備して、ここまでやっておいてやっていきましょうか。なんか自民党政権についてこれからとかそういう話しましょうか本当に三大タブーですよ三大タブー政治、宗教、プロ野球、プロ野球だけどいいよね、僕で柔らかさげてやさぐれてるよ本当に、全くびっくりですね。時給換算したら400円いかないの。何が、さてね今日びっくり、転職って難しい。さてですね今日は年に一度に2月の29日4年に一度なんですよね、うん、4年に一度ですからね、さすがに毎回毎回、まさか2月29日発売されてるタイトルなんかねえだろうと思ったらありました。うっそ、1988年、はい、セガマーク3でスペースハリア 3D あとですね、実はこれもう一つがですね、はい、ちょっと僕もこれ当時職場にいたんで記憶に新しいんですけども、1996年にスーパーファミコンでスーパーファミスタ5と実況パワフルプロ野球3が同じに発売されてるんですよ。すごいね。で今までこれってファミコンのとかタイトルで野球といえばファミスタって言われてた時代がちょうどこの時代でして、当時僕メーカーさんの方で話聞いたんですけども、同じ日に発売日に持ってくるってことで、うん、どっちが初回出荷本数多いのかなと思ったんですけども、やはり当時は両方とも、実は3って言ってるんですけども、もともとこの前が94とか2とかあったんですけども、うん、後からパワフルプロ野球ってスーパーミコンが出てきたんですよ、はい、でファミスタはもちろんご存知のようにファミリースタジアムが出てきてるんで、うん、歴史がファミスタが長いんですけども、はい、もう3作目にしてパワフルプロ野球とファミスタがですね同じ出荷数なんですよ、すごいな、その時から。で、すごいですね。最終的に今このね、あとプレイステーションの時代だったらもう実況パワフルプロ野球の方が出荷本数一気に超えるような、ちょうどこの時期が転換期だったのかなという。なるほど。もちろんファミスタはファミスタで現在でもね発売されてて、よくね、DS のタイトルとかでもすごい遊びやすいのが、うん、ファミスタっていうイメージがありますね。やりやすいなっていう。でパワフルプロ野球ってどっちかって言ったらシミュレーターに近い部分もやっぱあったじゃないですか。あ、選手を育てる育成するっていう部分ですね。そうですね。そういうところもあると思います、うん、というわけで今日も始めてまいります。集まる楽しむそんな感じ。
ATS。あと50分ですね。はい。そういうわけで、まあ雪すごいですね。僕今日雪この中で3台ぐらい困ってる車見ましたね。今日はね。今日は大変。はい、ご飯だけ食ってまして、まあ、皆さんのところは雪大丈夫ですかと言っても、まあ東京ぐらいでしょ、この程度の雪でぐだ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 言うのは。まあ東京は雪に弱いですからね。弱いです。まあそういう街ですからね。こればかりいたしかったので、また雪国と違って東京の雪って湿ってますからね。そうですね、水っぽい、水っぽいとかあるんですよね。はい。で、この番組はですね、毎週水曜日、木曜日、金曜日と、3日間にわたりまして、各テーマに沿って放送しております情報バラエティ番組でございます。はい。で、木曜日は、琴野さんが、そうですね、あのウェブ制作とか、うん、はい、あとアプリか、アプリですね、携帯のガジェットアプリってことですよね、うん、やっております。で、金曜日は瀬尾飛鳥さんが週末の情報を中心に秋葉原の話題をお送りしております。そして、この水曜日はですね、新作のゲームのタイトルですとか、高橋名人の悪口などをもよくしてる番組でございます。そうですね、はい、基本的にはそんな感じで、ね、大丈夫。あ、そうですね、はい、月曜日が今度もう1週間切ったんですかね。そうですね、来週、うん、次の月曜日からホビーですか、大人向けのホビーを取り扱うということでございますので、うん、ぜひともそちらも同じ22時からスタートしますので、ご注目ください。お願いします、はい、今日もよろしくお願いします。名人の悪口、そう、名人の悪口ね、この間名人の、たまに名人僕のことに触れる時があるんですけどね、うん、ゲッチャさんで僕の名前が出るとですね、高橋名人無口になるっていうですね。何でしょうね、そろそろね、あの夜僕背中から刺されますね、きっと。今日あれでしょ、今頃ハドソンさんたちはパーティーでしょ。みたいですね。ね、そんなところらしいですけどね。どんなパーティーですかね。まあその辺はハドソンですからね、うん、まあ最後にバーンって一つ盛り上がるのか、ね、汽車走らせたりするかもしれません。はいはいはい、ね、ね、爆弾投げたりとかするかもしれませんし、ハドソンだけにね、うまいこと言いました、はいはい、ではですね、1本目のタイトル、まず新作のタイトルはいつも通りご紹介させていただきますので、こちらの VTR をご覧ください。いけないと分かっていても溺れそうになる。頬の薄い紅色で、すげえ色っぽいぜ。お前の体で温めてくれねえか。今の僕はまだ頼りないかもしれないけど、数年後を楽しみにしてて。お前が好きだから触れたくなっただけだ。こうされるのは嫌か。無事戻ったらキスしてくれるって約束だったのに、頬に軽い服なんだもんな。これからアルフレートのところへ行こうと思っているんだが、お前も一緒にどうだ。僕とこうして話すことが楽しいとでも。君はどうして俺のことをそんなに信じてくれるの。まずい、我を忘れそうだ。そこは手前の手料理は最高だな。大成功だ。頑張った甲斐があったぜ。こんなに美しい花嫁をめとれるとは、俺は世界一の幸せ者だな。
ども番組 MC のウォークインです。よろしくお願いします。だって紹介しろって書いてある。だから紹介はい、では引き続き愛称募集中の柴田です。よろしくお願いします。いやそうですよ、募集してましたよね、はい、メール、あ、メール、メール言いましょうか。アイデアさんに怒られますけど、言いますか。作品紹介してから落ち着いてから言いましょうか、はい、なぜなら残り後半たっぷり時間がありますので。大変だなこれね。1本目にご紹介するタイトルです。アイデアファクトリーさん、そして乙女さんのブランドで発売されますプレイステーションポータブル用タイトル、猛獣使いと王子様スノーブラッドポータブル、はい、これブラッドで読むんだよね。そうです、うん、BRIDE でブラッドって血ですか。ここではどうなんでしょうね。ここですかね。ブリットかな。ブリット、あ、ブリットですね。僕自分で振り仮名振ってあります。スノーブリッドポータブルだ、はい、失礼しました、うん、怒られます、はい。前作 PS2 からですね、PSP に移植された際もですね、この前作です、うん、モジュースカイト王子様、はい、つまり本スペンが、紹介されたタイトルも、こちらでご紹介させていただいたことがあるんですけども、うん、今回ですね、それのファンディスク的な位置づけにあたるこのタイトル PSP でも発売されることになりましたと、はい。で、プレイされた方ならご存知かと思うんですけども、そのこの猛獣使いと王子様を PS2 から PSP に移植した時に僕が紹介した台本をですね、ちょっと読みます。はい、うん、あ、つまりこれファンディスク的な扱いなので、どんな内容のゲームのものなのかなっていうですね、それがですね、猛獣使いと王子様、この主人公のティアナさんって人が、はい、母親みたいな立派なその猛獣使いになろうとしてた頃ですね、まあ、偶然そのライオンやオオカミなのが売られてたんですよ、はい、うん、お母さんみたいに猛獣使いになりたいなと思ったら、あ、ライオンの道具売ってるって思ったら、あ、すごいいいタイミングです。すいません、この4匹くださいっつって、はい、お題はそうですね、この私の大切なブローチでよろしいですかって言って、ほぼ半ば強引なんですけども、はい、それでブローチと交換で猛獣4匹引き取ってきたんですよ、はいはい。そしたらその餌をあげようかなと思ったら、どうも動物たちの様子がおかしいと、うんうん、で餌をあげたと何かおかしいって日本語の言葉を喋ってるんですって。日本言葉を日本語じゃない、人間の言葉を。そうですね、そうですよね、日本語じゃわかんないですよね、はい、おかしいなってね。なんもしかしたら餌に翻訳こんにゃくとか混ぜちゃったかなって思うんですよね。ちなみにこのボケ、今前回も同じボケしたんですけど、ね、時代を超えて、はいはい、これだもん、これで。でそれでどうも聞くと、その僕はアヒルの姿をしているんだけども、うん、本当は隣の国の王子様なんだよ、ガーガーみたいな。なんてことだ。で僕もライオンの姿なんだけども、呪いにかかっちゃってこんな姿になってるんです、ガオガオって言ってました、はい、うん、はい、ごめんなさい、さすがに前回と同じボケここでは通用しませんでしたね。瀬尾さんは薬でもはなかったのを僕は今でも覚えてます。そうですか、七を早く行ってくださいって言って、はい、で言われました。でみたいな話じゃなくですね、普通の会話だったんですけど、なんとなくまあ状況を理解しましたよ、うん、でその王子様の呪いは解けるのかどうなのかなっていう、その本編があってですね、はい、それの今回新しくいろいろ追加されたものが出ますというとですね、前作のそのよりストーリーを本作を楽しんでもらうために、今回4つアナザーストーリーとか、まあ、サイドストーリーですとかね、うん、でそれぞれもちろん独立のストーリーもキャラクターごとに分岐し、それぞれのエンディングも用意されてますし、はい、また今回 PS2 から PSP に移植されるにあたって、エクストラサイドストーリー、エクストラって読んでいいのかな、 EX サイドストーリーって書いてあったん で、うん、でそちらもね、人気の高かったサブキャラクターなどのイベントも多数集荷する、ゴンって入っちゃった、はい、うん、でもだから PS2 版しか買ってないよっていう人でも、今回 PSB 版追加で買えてもまたそれで楽しみ方ができると、うん、で今回ですね、その猛獣使いと王子様ですごいおなじみなんですけども、うん、これ僕この間すごいはっちゃけたところなんですけども、はい、フリーモフモフシステムっていうシステムがありまして、フリーモフモフシステム、フリーなんですよ、すごいフリーにモフモフできるシステムでして、はい、でこのシステムはですね、バージョンで言うとバージョン 2.5 に格段に飛躍的にパワーアップしました。パワーアップ、はい、撫でるとかですね、くすぐるとか言うと、はい、かっこいいその声優さんの声で、おいやめろよ、くすぐったいじゃないかって言ってくれるんですよ、はい、もうこうやっていじり倒しちゃうわけですよ、こうやって、で今回ですね、ブラッシングするとかですね、はい、すごいね、ブラッシングするとかもう出てくるんですよ、うわこうやって言うと、やめてよやめてよ、うわーと思って、うわーうわーみたいなことはないとは思うんですけど、まあそれはちょっとねすぐないですよね、はい、今成長期ですからねってお医者さんとか持ってかっちゃって言われちゃいますからね、さっきブラッシングコートをすることができるんですけど、はい、何の話かがいいんですそれは。はい、でそういうこともできるようになりました、これですね、2月23日もう先週発売になっております、はい、セルの B です、5040円で、限定版が7140円、ポストカード CD と、あ、ごめんなさい、ポストカードのセットとドラマ CD、 アルフレートの誕生日っていうドラマ CD 入ってきます、はい、うん、限定版残ってんのかな、わかんないです、店頭行ってご確認ください、はい、なるほど、他にも
え、何か、その後朝あ読めるのが全然ないですけどね、こっち見たね。そうですね、これはちょっとね。はい。ブラウザ書いてるのか。え、重たいの猫漫画さんとか。なんか問題のブラウザー書いてもダメかってブラウザー書いたの？皆さんブラウザー何見られてるのかな、うん、どうなんですかね。始めますよ。結構ここの会社の人もいろいろなブラウザー使われてますよね。はい、はい、っていうところですよね。まだまだご紹介したいタイトルございますので、はい、次にこちらの VTR をご覧ください。とある学園で巻き起こる不思議なガジェットが起こすひと夏の恋愛物語。不可思議なガジェットを使って女の子の心が覗けちゃう。の覗けるってどういうことよ。どう、こういうこともそのままの意味じゃないか。かやり物語の始まりは主人公の家に差し出し人不明の黒いスマートフォンが送られてくるところから始まります。 Y-HON と書かれた、それは相手の心が読めるアプリを搭載した超ハイパーチートアイテムだったのでした。タッチしよう。運命の人と恋仲になるため、Y-HON を駆使して、学園祭までの約3ヶ月間を遊び尽くしちゃいましょう。攻略対象キャラクターは全部で4人。だけど、会話は超濃厚でお届け。そして、この4人を攻略するためのガジェットが、この Y-HON。このスマートフォンには、いろいろなシステムが搭載されているので、その一部を紹介していくよ。それではまずは私から。恋愛ベタもこれで解消です。相手の心を読む夢のアプリ悟り、使用することで相手が今考えていることが分かるという。ってそういうあなたも、え、これって隠し事ができないってことじゃないですか。その通り。今までのアドベンチャーではありえない相手の心を読むことができる新感覚の攻略ができるのさ。隠し事がバレちゃいます。じゃあ次は私の番ね。このアプリはバージョンアップすることで読める情報が増えていき、心の声まで。正規バージョンではあんなことやこんなことまで。何言ってるの。ちょっと何よこれ。にゃはははは、ハヤリンの心は見透かしてあるのだ。もう話を戻すわよ。さらに悟りから発展、マインドバインドモード。今までの会話から貯めたワードで女の子の心の壁を壊すことができるのよ。見事壊すことができればご褒美イベントも。ありがたく拝みなさい。にゃははは、これはあんまり見せられないな。さらに会話に深く切り込むダイアログ会話システムを搭載しています。その時話した会話の言葉を拾ってさらに発展した会話をし、女の子情報を根掘り葉掘り集めることができるのです。情報収集と情報確認は攻略の基本です。先輩、しっかり行ってください。情報が命。さすがは上官殿であります。そう、イエッサー。攻略要素以外にも楽しみはあるんだよ。自宅で一人寂しい夜にも大丈夫。妄想拡張アプリイマジ、その日の出来事について物思いにふけっていると妄想モードへ突入。主人公の夢の世界ではこんなことやこんなことが、って、うぅ、どんな夢見てんのよ。にゃははこれも見せられないにゃ。そして最後は夏がお送りするさ。 Y-HON の中には女の子が住み着いてくれるアバターモードを搭載。これで
普段は見られない彼女のあんな姿もこんな姿も見られちゃうって。ところでこの明らかにニッチな層向けの動きや動作は誰の趣味なんだろうね。おっと、今のはアフレコだよ。それ以外にも掲示板や電話、メール機能など様々な機能がこの夢のガジェットに詰まっているのだわ。さらにさらにダウンロードコンテンツで拡張も予定しているんだってばさ。その他にも多彩な要素満載でお届けします。プレイステーション3専用ソフトタッチしよ。ラブアプリケーション2012年2月発売予定。どうしてこんなことするんですか。あ、そうです、せっかくですから見学されていきませんか。あんまり見つめないでください、恥ずかしいです。私でよければ見てあげるよ。はい、です。分かりましたから離れてください。日本人タイトル、コンパイルハートさんの作品です。プレイステーション3タッチしよう。ラブアプリケーション。はい、これですね、今一通り、実は先にですね、VTR5 分ぐらいのご覧いただいたんですけども、初期の作品を紹介する VTR からご覧いただきました。はい、アドベンチャーゲームとしては、すごいですね、選択肢が出てこない一風変わった作品でございまして、うん、プレイヤーは Wi-Fi というですね、スマートフォンのテストユーザー。当選するんですけども、はいはいはい、これがですね、すごいですね、プリインストールされてるアプリにですね、人の心が読めるという。何？すごいですよね。ビジネスマンにおいては商談の場に持ってこいってアプリが入ってまして、これ最高、オンラインアップデートにも対応してるんですよ。優れた代物ですね、はい、出世街道真っ白ですね、こんなのもらったのが。で、他にもさすがスマートフォンだけありまして、いろんなアプリが入ってるんですよ、はい、で、他にも主人公の妄想をそのまま具体化してくれたりだとか、はいはい、心の壁を壊してですね、性癖を暴いたり、はい、ね、すごいね、キャラクターをアバターにしてそれを着せ替えさせた後にいろいろ見回したり触ったりできるというですね、まあ、分かりやすく言うと、さっきも出てきたんですけども、フリーモフモフシステムでございまして、メーカーさんはちょっと違うんですけども、それですね、2つのメーカーから同時に怒られるという発言を今僕ちょっとしたんですけどね、まあ、2回も言ってますからね、あ、テストに出ますよ、ここで、ね、恋愛アドベンチャーゲームなんですけども、相手の心が分かるっていうですね、はい、ある意味ちょっと反則的なゲームでございます。これはもう兵器ですね。兵器ですね、すごいね、相手の心が分かったらそれはいいですよね。もう日本人とかだってよく言うじゃないですか、なんかその商談の場において言ったら、ちょっと考えさせてくださいって言った場合は、あ、98% ダメだなこの会社とかありますよね、はいはい、前向きに検討いたしましたら 50-50 かなみたいな話ですよ。そうですね、そういうね、これをね、 Wi-Fi があったらね、もうそのパーセンテージがしっかり出ますからね。そうですね、ダメだ、あと一押しかと、はい、なるほど、あそこから、あそこ8掛けだからうち7掛けでやってやればいいからいけんだなとか、そういうところですね。相手の商談場に持ってくるときですよね、上手ですね。恋なんかしてる場合じゃないっすね、これ。本でしょ、ごめんなさい、何の話だっけ。そう、タッチしよう、はい、ね、そういうね、本当にですね、まあこんな、まあ、Wi-Fi があったら間違いないですよね。日経トレンディとか週刊スキーすぐ取材に来ますよ。そうですね、はい、ね、やっぱね、2月23日発売、おかしいな、僕一生懸命書いた台本の中にゲームの内容がほとんど含まれてない。Wi-Fi の、ね、有効的な使い方、ね、有効的な使い方、これ、ね、そっか、だから僕最初に5分のちゃんとした説明の V 入れてもらったんです。2月23日、これも発売中のタイトルでございます。セルの DS 7329円、はい、限定版、これもまだあんのかしら、9240円。その Wi-Fi 型のミニチャームとミニフィギュアのマスコット、はい、あとフルカラーカード、これが6枚ついてきます、はい、ということでございます。はい、これも隙間埋められますかとか、どういうこと、心の隙間、心の隙間いいですね。あれ使い方するんだったらすごいいいように使えますけどね、うん、あんなにいつもいろんな方がしてね、これを壁壊せるんだから隙間埋めるね、ね、埋まるかもしれないですよね。お、すげえ、ありがとうございます。で、某イベントに高橋名人としてあ、そうですか、あれじゃん、もうね、いいじゃん、パーティーパーティー、はい、それ寄せられてた、はい、それで名越さんですね、そうですね、はい、で、ここいらでちょっとご連絡を、皆様からいただいたメールのご紹介をさせていただきましょう。はい、お願いします、はい、お願いします。ではメール読ませていただきます。2通本日いただいてます。すぐ柴田さんっていつもすぐここちゃんとしてますよ、ね、いや、これはもうね、僕の流れを全く組まないで、はい、今からメール読みますって感じでしっかりしますよね。これはもういただき物ですから。そうですよ、ね、というわけで、うん、1通目ヨッシーさんからいただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、ボクニさん、柴田さん、 ATS 水曜日様、こんばんは。あ、こんばんは。前回柴田さんが愛称を募集されていたので考えてみました。ありがとうございます。いきます。
柴田、柴田三四郎、柴田クローリー、柴太郎、いかがでしょうか。多分却下だろうな。じゃあ柴田クローリーで次の問題を行きたいと思います。はい、決定しました。本当にありがとうございます。というわけで今日からね、柴田クローリーと呼んでくれれば。柴田さん、僕また大きな声で言えませんけども、はい、柴田さん結構この後もしかしたら秋葉の TV さんで大きな仕事いろいろ抱えてますよね。いいんですかそれ。それこそね、タンクローリーのようにパワフルにと思っていますので、次のメリッティーかな。よしさん、ありがとうございました。決まっちゃったよ。本当シバタンクローリーです。よろしくお願いします。はい、次のメールですけど、ハピさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ウォークインさん、柴田さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。はい、こんばん。本日はいろいろな出来事が多かった日ですね。はい、4年に一度のウルード市。あ、ウルード市。関東全域で積雪。あ、すごい。東京スカイツリー完成。あ、おめでとう。そしてハドソン最後の日です。ざまみやがれ。うん。まあまあまあ。あ、本当ね。私はあまりゲームには詳しくないですが、時代を支えてきた会社がなくなるのは悲しいです。うん。のキャラデンコちゃんは経費削減のため3月でリストラになるそうで、そうキャラクターもリストラ対象になる時代になってしまい、ね、何が起きるかわからない世の中です。私の思い出のあるソフトは桃太郎伝説シリーズ、 PC 原人シリーズです。うん、ハドソン作品で思い出のソフトはありますか。簡単にこんなものを作ってみました。ちなみに画像いただいてます。あ、こうやって出ます。今あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。これハピさんからいただいた。あ、なるほど。ありがとうございます。なるほど、すごいですね。すごいですよね、これ。うん、うまくよ、ちゃんと作ってし、あとうちの ATS の名前も下の方に入れてもらってますね。ね、本当だ。いや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 。いやでも偶然ですね、ハチさん、ありがとうございます。実は今日ですね、うん、番組の後半、ウォークインさんがハドソンについて時間を取りたいということで、はいはい、今からハチさんのメール30分間かけてお答えしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。嘘です。では、今から自民党政権について。そうですね、政権終わってるでしょ、何年も前に。そこまで僕興味ないですね。はい、ですね。まあそういうわけで、まあ、ご存知の方も長多いと思うんですけども、この番組が触れるのもまあおかしな話なんですけども、明日3月1日でですね、ハドソンは一応会社という形がなくなるんですよね。はい、で今回それについてハドソンというものについてちょっとお話をしようと思うんですけども、ちょっと着替えさせてください。はい、着替え、僕着替えさせて、いやー最後なんでね、私もね、ロフトプラスワンの人たちみたいに、ね、少しぐらい気合入れなきゃいけないだろうなと思いまして、ボンバーマンの T シャツで、これはどこのイベントね、普段これ着てないですけどね。ちょっと立ってみてください。これ立ちますか？後ろ向いてください。これね、あったよ探したら。これ何年のやつですか？これ94年かな。94年だ。本当だ。何枚かねあったんだけど、多分これ入賞者の商品だったのかな。すごいですね、当時のキャラバンド。何枚かあったんですけども、はい、高橋名人のサインとかいろいろ入ってたんですけども、はい、高橋名人のファンの人が欲しいっていうからあげちゃったんですよ。はい、で僕高橋名人のサインいらないやつ1枚残ってただけだったんですけども。別に高橋名人のサインいらないのか違いますよ。僕誤解を招くようなこと言いますけども、はい、そういうこと言うと高橋名人がまた嫌いみたいな言い方してますけど違いますよ。うん、高橋名人は社員の人ですよね。そうです、うん、そうです、で、番組の方を進めてまいりますけども、今日はね、ハドソンについてちょっとだからスコットとお話をしようかなと思ってます。はい、誰か触れた、あえて触れてないか、このスルーさがいい、この皆さんのスルースキル、ね、さすが、どんだけみんな ATS から、俺の水亀からシークワーサー TV からどんだけ見てるんだっていうぐらいみんなスルースキル、これなんだと思うよ。これはもう大変な、見えないでしょ画面に、ズームじゃ見えないでしょうね、ズームしてみる、これね、いやー大変だった。ハドソンのコンシューマーのタイトル全部です、全てですね。全部です。頭一発目、ナッツ&ミルクからロードランナーは今ね、小箱大文字、小箱の文字表記録って書いてあるのは中箱と大箱が存在するから3つ入ってるのかな。おお、これ言うと邪魔か。なんとなく分かってた、分かんないふりしてました。あ、何さ、だからそのさ、この ATS の水曜の人たちはさ、このスルースキル、うん、慣れてますね。いやー全部書き出してみました。といってもコンシューマーから書いてみた。うん、コンシューマーとあと LSI ですね、はいはいはい、LSI シュウォッチですとかテクテクエンジェルとか、あと B スピッチってミニ四駆とか B ダマの速度がかかるもの、つまりファミコンの84年以降のもの、これより前もあるんですよ。
ちょっとでハルソンについて触れようと思います。ハルソンもともと1973年にですね、うん、北海道札幌市にアマチュア無線のショップ CQ ハルソン、これが開店して、うん、もともとですね、アマチュア無線のショップだったんですけども、当時はパソコン用のビジネスソフトやゲームソフト、周辺機器などを販売されていましたと。へー。はい。で、八助、こちらいますよね、このキャラクター、はい、この八助は、まあ、社長の工藤さん、工藤雄二さんですね、当時は、うん、はい、が高校時代に書いたノートのいたずら書きがまあ最初に始まったようでして、はい、本人もよくそこまで詳しく覚えてないそうです。覚えていない、うん、で漫画家のアシスタントを実は社長がしてたんで、当時の社長さん工藤弘雄二さんがしてたんですけども、はいはいはい、その時に出してた「でしゃばり八助」っていう作品が具体的な最初だったそうなんですね。なるほど、うん、でさらにこれよりずっと前に工藤社長が東京でカメラマンを7人集めて活動していたグループハドソンプロダクションっていうのがあるんですよ、はい、それは何してたかって言ったら蒸気機関車の写真などを撮影して、販売してたんですけども、うん、その時からつまり株式会社ハドソンとか有限会社ハドソン、シーガルソンって前からですね、はい、もうこのハドソンプロダクションっていうところで八助のマークがすでに使われていたんですよ。なるほど、すごい歴史あるもんね、はい、歴史あるもんです。でまたこのですね、アマチュア無線のコールサイン、これ北海道エリアでは JA8というあるものからこの8というの番号が使われたと言われています。まあ、偶然の一致ですよね。はい、ねえ、ここまで偶然に石川さんだとすごいなっていうのはですね、そのハルソンという名前なんですけども、はいはい、C62 の蒸気機関車が、はい、ハドソン型という車軸だったところがまとってまして、うん、その後もですね、蒸気機関車のスポンサーになってた時期がハルソンあるんですよ。すごいな。はい。一回実際 C62 って一回消えたんですけども、はい、また復活した際にですね、時期があって UCC コーヒーだったかな。はいはいはい、はい、これはうろ覚えですね。 UCC なんとかコーヒー、 上島コーヒーだ、うん、さんとスポンサーなんだけども一切広告とか宣伝出ないんですよ。ということは、うん、もう単純趣味ですよね。すごいですね。全部拾わなくてもいいよこれ、うん、今喋ってるの俺だから全部拾わんでもいいよこんなの、はい、はい、うん、これ全部拾う気なの？いいよ拾わなくて。僕のホームページ上がってますんでそっち見てくださいまあ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 、はい、ですね。それでですね、まあ、実際その C62 という部品からですね、はい、会社の電話番号の末尾も4622C6221 でね、4622ってしたりですね、分かってくれた。スーパーミコン時代のですね、ハロスのタイトルよく裏技とか使ってたのが、うん、パスワードで4622っていうパスワード入れたりとか、はいはい、あと当時コロコロコミックとタイアップした作品が多かったんで5656ってパスワード入れたりとか。ああなるほど、はい、そういうのも多かったですよね。遊び心があるんですね。遊びもあります、はい、でまたですね、まあ、この4622とか運命だったのか、社長の誕生日が昭和20年の4月6日、はい、っていうところからまたいろいろそういう運命だったのかなと。すごいろいろ考えてます、はい、で、だからこの前のタイトル、ファミコン以前の前なんですけども、はい、発売日とか価格っていう中で価格を何だか調べるけども全部調べられなかったんですよ僕も、はい、なんであえて載せませんでした。本当だ。じゃあハドソンのソフトってパソコンってビジネスソフトとかもする、実はファミコン以上もあったんですよ、結構うっさしてたんですよ、うん、はい、どんなのがあったかっていうと、パソコンのソフトってこういうの、こういうですね、これボンバーマンです。しかも3次元の、これどこだ、PC6001M2 だって、ね、ボンバーマンとかね、同じボンバーマンでもこれがソニーの、ソニーのだ、いくつだこれ、 SMC777、 こういうタイトルとかね、FD ですよ。ほんとだ、1枚日本が誇る FD じゃないですか、ね、でしかもこれディスク1枚でゲーム2本入ってますからね、ボンバーマンとビーンズジャック。先取りしすぎじゃないですか。メインはビーンズジャックですから、ボンバーマンの方がサブですから。本当だ。当時でこれ3次元ボンバーマンとか、はい、爆弾男、まあ爆弾男はボンバーマンっていうのは名人がよく喋ってるんで、そちらのよく話聞いたこと何回もあると思うんですけどもね。でそういう MSX も今週も上がろうと思ったんですけども、 MSX はボンバーマン前で持ってきました。こういう羊愛とかこういうカード位置ですよね、はい、うん、そうですね。だってこの後羊愛ってこれこういうゲームなんですけども、どういうかって羊をですね、わかんないかな、羊を出てる羊を中に囲んでドアを閉めるっていう、はい、今でいうミニゲームチックなんですけども、はいはい、結局この後プレイステーションにプレイステーションのボンバーマンの中でミニゲームとして移植されたりとかしてるんですよね、うん、そうで面白いのが当時ハドソンがよく任天堂のね作品をパソコンに移植してたんですけども、こういうですね、これは普通か、マリオブラザーズスペシャルって FM7 版、うん、すごい、何それ、FM7 ですね、
マリオのソフトパソコンに移植された時に、わかるかな、こういうだから任天堂とハドソンが手を組んだ愉快なゲーム、マリオブラザーズとかすごい書いてますね。はちゃめちゃ面白いソフトになった。ステージが若干違いますね。オリジナル入ってるんですよ。あ、本当だ。スーパーマリオブラザーズもあるんですよ、パソコン用に MSX さん。ただステージも違いますし、アイテムに8スキができたりするんですよ。すごいですね。テープ版って書いてありますよ。テープだ。カセットテープですよ、それ。おー、テープだ。あー、それカセットテープですよね。こういうのをファミコン、あ、これはでもファミコンの後ですよ。はい、うん、こういうのはあのやられさせて、もう何十本って、だ当時秋葉原のパソコンショップって言ったら9割ハドソンソフトっていうぐらい。あ、そうだったんだ。そういう時代がありましたね。読みありますよね。そうですね。面白い。爆弾男からボンバーに変わったのはなぜ、うん、この辺はまあこれ喋っちゃうとキリがないんですけども、単純にですのあれどこだったっけな、爆弾騒ぎがあったから、はい、うん、当時それでボンバーマンだったのが海外に行った時に、爆弾男になったんですよ、はい、ボンバーマンって間違っちゃうとまずかったんで、うん、でそれを日本で発売した時にボンバーマンって出そうとしたら、今度日本で、爆弾の火ついたピューっていう皇居だったかな、皇居じゃねえな、忘れちゃいましたけど、そういう騒ぎがあったんでボンバーマンって名前に戻したんですよ、はい、なのでパッケージには爆弾男って書いてあるんですね、はい、でもゲームさすとボンバーマン出てくるんですよ。なるほど、いろいろそういうの細かいの、だからボンバーマンの誕生日って誕生日あるんですか。一応ファミコンのソフトの発売日がボンバーマンの誕生日になってるんですよ。そうなんだ。85年の12月のいつだっけな、29かな、12月の、いや違う、12月19ですね。俺そうだったっけ。でそこには書いてありますよ。俺違ったな、忘れました。忘れた。確か横山社さんと同じ誕生日だったの覚えてます。すごい、はい、横山社さんと同じ誕生日で、うちの会社の金庫の暗証番号と同じ番号だったんですけど、はい、そのね、あ、俺も友人もどちらも覚えられるって言ってですね、もうだって金庫ないんだもん。そっか、じゃあ大丈夫だね。大丈夫だね、大丈夫だね、はい、大丈夫なんですけども、まだ定款でいろいろ出したりするときにですね、法務局で使う暗証番号なので、皆さんやめてください。そうですね。危なすぎ。まあでも面白いですね、ハドソン。1220、違う、1220だ。だから12月19日じゃないんですよ。これ、ごめんね、12月の20日だね。そうですよ、これ今でもして、ナッツ&ミルクも、うん、よく見ると80年7月28日ってロードランナー3日遅れで7月31日になってるんですけども、ハドソンのオフィシャルではどっちも7月20日になってるんですよ。ん、どういうこと。多分当時の作ったその資料の人にないんでしょうね。こっちが正しいです。確か俺はこれ自信があるんですよ。なるほど、うん、自信がある、自信がある、間違いない範囲なんですけど、まあそれいいんですよね、そういうことですよね、はいはい、うん、でまあそれでですね、84年に、うん、ファミリーコンピューターのソフトを開始したのがもちろんハドソン最初でして、当時はサードパーティー第1社目だったんですよね、はい、うん、でまあ、当時任天堂から発売されたそのファミリーベーシック、はいはい、プログラミングの言語をヒューベーシックっていう開発したことがきっかけにですね、1984年の7月28日ナッツ&ミルクと、ね、3日後にロードランナーが発売されましたということで、はい、懐かしいな。で当時ファミコンソフトはですね、1本のゲームに、例えば1本のゲームでアーケードとかなったんですけども、はいはい、1面、2面、3面って終わったら1面に戻ったりしたじゃないですか。そうですね。例えばドンキーコングだったかポッパイだとか、はいはい、それがピンボールだったらずっと1面の前同じだったじゃないですか、うん、ただロードランナー最初ポンってた時に50面あるんですよ。50面でしたっけ、うん、でしかもそれが自分でもエディットモードって作れるんですよ、はいはい、まあ、それがですね大爆発的なヒットに、夏のミークもそのエディットモードありますもんね、ええ、そういうのがね、あれがすごいですよね。原因としては原因としては拓殖銀行の破綻、オーナーの工藤兄弟がワンマンすぎた、マリオパーティーの取引があった人をこんなに切り捨てた、ああ、危ないから、いや、どうかな、どうかな、PCFX の奥で他かな、いろいろかな、いろいろ難しいと思うよ、PCFX もね、まあ、ちょっと話そうかな、もうつけた時間で。うん、拓殖銀行じゃない一番は、うん、うん、だって、だっていろいろ言っちゃっていいよ、だって俺ハルソンの許可取ってねえもん、許可の時代ハルソンの許可取ってねえ、許可取るわけねえんだから、もう皆さん工藤兄弟さんが自由すぎたからこそこれだけできたと思うよ。そうですね、じゃなかったらできてないと思います、うん、うん、それぐらいしてましたからね。で、他にもですね、まあ結局ですね、ロードランナーはですね、110万本のヒットなんですって。110万本、うん、あの当時で、あの当時ですよ、ミリオンヒットって言われてる中で、もちろん当時で110万本ですよね。すごいですね、まあ、面白いですね。で、このペースでいくと困ったね、
朝4時になっちゃうね。1985年ですね、第1回目の TDK 全国ファミコンキャラバンっていうのが開催、はい、またファ、同じ年にチャレンジャーとかボンバーマン、バイナリーランドが出てるんですけども、いや、スターフォーズを使用しまして全国で60会場の大規模なゲーム大会を開催しまして、はいはい、9万人っていうですね、レゴで、すごいね、当時のゲーム大会でなかなかないとか、これでいきなり9万人集めるというのはよほどじゃないのすごいことだと思いますよ、うん、で、翌年86年にですね PG エンジンの発売で、他にファミコンでですね忍者ハットリくん、スターソルジャー、高橋名人の冒険島、迷宮組曲、ドラえもんが発売されてますね。連作ぞろいですね、はい、で NEC ホームエレクトロニクスから発売されたそのハードとかの開発とかソフトの展開など全部ほとんどハドソンがやってたんですけども、はい、でその後1999年まで PC エンジンで出てるんですよ、うん、99年、そうです、86年から99年、98年1本も出てないんですけどね。あ、うん、そうです、うん、そういう年もあるような、そうです、で99年はね NEC ホームエレクトロニクスさんからデッド&ブレイン 1&2 だったかな、あのね、でからメッセさんはさんとソグマップさんのみで発売したタイトルです。あ、そんななんだ、うん、作ったんだけども出荷にもう見込める売り上げ立たないだろうと思ってずっと眠ってたのを出しっぱなしてきたっていうですね。PCFX よりね PC エンジンの方が歴史長いんですよ。 PCFX もう3年ぐらい前にもう出荷終わってますので、はいはい、そういうゲームが、はい、ありましたね。すげえな。もっとあれ、もともと成人向けのどこだったっけな、 F1 のシーサーの作品の PC エンジン出荷したの。へ、うん、それをずっと PC エンジンに出たんだけども出してなかったっていうのを、そのままずーっとやってた、はい、でですね、また88年にはですね、まあ、現在主流でありますその光ディスクのメディアのゲーム機として、うん、でしたのも、まあ、PC エンジン CD ロムドライブ搭載したりしました、ね、そうですね、画期的でした。今となっては当たり前ですけども当時光メディアっていうのは当たり最初でしたからね。もうすごいですよ ね、 そうですね、容量とかも含めて。そうですね、あの喋るっていうのもびっくりしました。またこの年に発売されたこの忍者ハットリくんなんですけども、実は忍者ハットリくんでハドソンで一番売れたゲームです。150万本。150万、はい、え、あの忍者ハットリくんが、あの忍者ハットリくんです。あれが、そうです、そうです、あのクラスメイトの佐藤くんなんか後ろに名前彫ってましたよね。あ、売るとき大変でしょうね。大変でしょうね。もうハットリくんね、すごい、あれハドソン最高です。で、そうです、手伝いです。ちくわに手伝う。そうだ、そうですね、あれ子供の時全部取ってやるんだって言うんですけど絶対無理ですよ。なんならね、無理無理考えですね。これで、まあ、ちょっとさーっとですね、じゃあタイトルだけでも流してみるとですね、はい、87年にはですね、さすがにこれ全部読むわけがないんでさらりといくんですが、ミッキーマウス、バグってはにヘクタ87、桃太郎伝説、はい、で PC エンジンではカツジャンケンちゃんが、はい、88年ではファミコンで桃太郎伝説、はい、サラダの国のトマト姫、はい、これも一色ですけどね、PC エンジンではパワーリーグのシリーズ第一作ですね、はいはいはい、で R タイプの一色もこの年です。あ、89年でですね、天外魔境ジライア、はい、ダンジョンエクスプローラー、ネクタイス PC エンジン、そしてイース1、2の一色もここですね、はい、ね、90年、スーパースターソルジャー、ボンバーマンも実は対戦ができるようになったのはこの年からです、はい、桃太郎電鉄2で、91年にファイナルソルジャー天の声バンクとかで、天の声バンクっていうのもですね、あのハロソンの技術が面白い中で、うん、当時あのゲームではまだコンティニューってパスワードとかセーブ方式、そうですね、でカセットと違って PC エンジンでヒューカードだったんで中にも電池入れないんですよ、はい、うん、入れなかったんで、しかも CD ロムって読み込みだけなんで、ね、書き込みができなかったんで、うん、あの本体の中に貯めておいたセーブレターがいっぱいになっちゃったらどうするのっていうのを、うん、その天の声バンクっていうので一回こっち側に逃がしておいてっていうですね、そうですね、そういう技術もですねあって、バックアップメディア、そういうものをバックアップがね、カード持ち運べるっていうのも多分ハローの最初だったかもしれないです、うん、確か容量方式でしたよね。そうです、本体の4倍入るっていう、はい、そういうのがあります。92年にですね、天外魔境2、銀河お嬢様伝説ユナが発売。93年では、あ、来たって、ユナで、あ、来たって、この子は本当にね、もう好きでしょうがない、好きでしょうがないでしょうね。93年、PC エンジンでは天外魔境風雲歌舞伎伝、スーパーミコで新桃太郎伝説、世界初のですね、ハイビジョンのテレビゲームで、ハイテンボンバーマン、これが、ね、はい、全国キャラバン用のソフトとして開発されて、NHK のハイビジョンアワードっていうものを、受賞しています、はい。ハイビジョンって操作戦がすごい多いんで、あれの細かいので、すっごい大きな画面でですね、あのボンバーマン10人対戦っていうキャラバンをやったんですけども、はい、で、翌年94年には PCFX 発売、PCX 発売と同じ年にですね、ファミコン最後のソフトであります高橋名人の冒険島6、あ、4か、高橋冒険島4が発売になっております、はい、でその PC エンジン、あのハドソンだから94年っていうと PC エンジンの後継機種である FX の開発っていうのがすごい思うんですけども、うん、同じ94年にハドソンであの技術提供してるですね、コンシューマーのハードがあるんですよ、はい、ネオジオ CD って言います。ああ、そうですね、ハドソン、あれ中身そうです、例えば SNK からは、技術提供として格闘ゲームの技術をもらってるんですよ、うん、
で、こちら側は CD ロムの技術を差し上げてるんです、はい、こちら側って言ったらまでハルソンが、うん、なんで、アーケードカードって言って V ラム増やして16メガで合計18メガにしたPC エンジンのアーケードカードで画廊伝説2とかデューコの剣とか入ってるじゃないですか、うん、とかあとネオジオのタイトルで天外魔境神殿だとかネオジオで3本出してるんですよ、はい、そうですね、で、3本出してて、ネオボンバーマンとパニックボンバーと天外魔境神殿、天外魔境神殿だけネオジオ CD とロムが出てるんですけども、うん、他はアーケード専用なんですけどボンバーマンは、はい、そういうふうに技術提供しまして、なんで SNK のタイトルが PC エンジンにですね入ってきてるしてるのが実はそういうためだ。なるほどね。なのであの PC エンジンのその CD ロムの技術を見てるとネオジオ CD 何？ネオジオ CD は今でも現役？ネオジオ CD 今でも現役？あすごいね、勝手に電源落ちる病とかならない？あれ大変だよね。で、あの、ね、分かると思うんですけども、ネオジオ CD って PC エンジンと実は似てるところがあって、はいはい、例えばあのゲームソフトを1曲目普通の音楽 CD でかけるとかけちゃダメだって言うんですけども、1曲目に警告音が、はいはい、このソフトはあのゲームソフト用ですので音楽 CD プレイで再生しないでくださいっていう入ってたりですとか、うん、そういうコンピュータープログラムの警告音が入ってたりですとか、あとそのネオジオ CD でかけた時に音楽 CD として聴ける、つまりサントラ CD としても楽しめる時とか、あとセーブ方式がその電池じゃなくて PC エンジンと同じで通電すると充電するっていうシステム、うん、例えばセガサターンとか思い出してほしいですけど、セガサターンボタン電池でしょ、 CR2032 電池、うん、そうじゃなくてあの PC エンジンでボタン電池はないんで、電源をパチって AC で挿してつけただけでそこで充電しとくと約大体ですね、2週間バッテリーバックアップ持ちますよって言って、実際に1年くらい持ってる人も多かったんですかね、一応そういうですね、そういう細かい部分があのネオジオ CD ってやはり PC エンジンと似てるところがすごい多いですね、うん、そういうところは、そう1トラック目は言えた領域だからね、あエクストレスさんに言ってことは違います、ネオジオ CD と PC エンジンは2トラック目がデータ領域です、はい、そういうことです。なんで1トラック目はあのユーザーさんとか間違ってかけちゃいけないように警告音が入ってるんです、はいはいはい、そういうところが PC エンジンと同じところ、セガのタイトルとかプレイステーションのタイトルは 1トラック目だったりするのでですね、うん、はい、なので、これちょっと汚い話なんですけども、1トラック目が音楽データで、2トラック目がコンピューターデータなので、汚い話ですけども、コピーができない。あ、うん、そう、あの難しかったらしいです。そこもね、ある意味、当時コピー、CDR とか見れないですけど、コピーガードみたいなところにもあったみたいですよ。うん。たまにローディングが飛びます。あ、デジューシー大変だね。そうですね。で、他に言ってことは、まあ、95年、スーパーミコンでは、天外魔境ゼロ。はい、ゼロ。この中にですね、ソフトの中に電池が入ってるんですよ、バックアップ電池。その中に時計も入ってるんですよ、例えば夜中にゲームを動かすと夜中、まあ、街の中夜中だったりとか、自分の誕生日だったらなプレゼントくれたりだとか、そうですね、そうですね。で当時ですね、今田耕司さんとか深夜番組やってて、はいはい、ね、この番組終わったら電源入れてくださいって電源パチッて入れると天外魔境の中に今田耕司さん出てきたりするんですよ、へー、うん、そういう番組と連動したタイアップだったりとかね、はいはいはい、そういうのがあったりしました。で、サターンボンバーマンとかです、ね、発売したのは96年、うん、でこの時にですね、ゲームボーイで赤外線通信で、つまり無線で赤外線通信で GB キスっていう技術がですね、例えばそのリアルタイムのケーブルつながるものじゃなくてもデータ転送だけだったらね、赤外線でっていうことがあったんですけども、結局この赤外線の技術が後にゲームボーイカラーに搭載されたりですとか、そうですね、はい、そうだそうだ、あれもですね、ハルソンの技術ですね当時、なんであのゲームボーイってグレーだったじゃないですか、うん、なんですけどこの GB キスって対応のゲームって黒だったんですけども、はい、でなんで黒なのって私聞いたんですよ、キャラバンの時に。やっぱ赤外線通すのって黒が通しやすいんですってね、あテレビのリモコンでも黒いですもんね、はい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 、うん、で他にも97年育成型万歩きのテクテクエンジェルが発売された当時ね、テクテクエンジェル、当時あの OL の方とか、まあ、政界の方のとも楽しみで、ね、健康的意識を高めるとして、まあ、100万個以上の出荷数大ヒットになりました。流行りましたね、で98年、プレイステーションとセガスタンで電波少年的ゲーム発売、はい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 、99年、ドリームキャストで、機体ホロワイトイルミネーションとか、GB ですね、ゲームボーイで次世代ベーゴマバトルベイブレード、うん、当時コナミさんの参加やってましたけども、タカラさんとかの中にもあと分かるかな、ブロッコリーさんもですね、当時いろいろベイブレードで、あの一番ベイブレード一番最初やったのハルソンですから、そうなんだ、うん、で最初なんだ、最初でハルソンがそれをいろいろやって、もうごめんなさいやってらんないわ忙しいからなったら、はい、その後大ヒットっていうですね、うん、あ触れちゃいけなかったかな。で2000年にはですね携帯電話向けのゲーム配信となりまして、うん、2001年かコナミの、まあ、ヒット株主になると。でそして、2012年明日、コナミデジタルエンターテインメントに吸収合併され、じゃハドソンが解散の予定でございます、はい、一応ブランドは残るそうですけどね。いやでも今改めて全部追っかけると、うん、
もう一時代を築いたって言っても過言じゃないっていうか、もうみんな知ってるものばかりですよね。ちょっと僕の説明はね、あの偏って説明しました、あえて。ま、ゲームの、ね、内容について触れてることが多くなかったので、うん、ハドソンっていう意味では当時ハドソンソートでしたけども、まあ、今でもハドソンソハドソンですけどもね、はい、まあ、いろいろそういう技術的な部分の強いところがあったりですとか、そういうのはいろいろあったのでね、ちょっとあえてこういう紹介のさせ方もしました、はい、ブロッコリーが出ていたら何だか覚えてる、ベイブレード、そうでしょうね、ベイブレードってブロッコリーさんかかってましたからね、はい、まあ、いろんな、そうです、まあね、僕なんてほら、あの体の半分ハドソンでできてますからみたいなもんですよ ね、 ね、残りの半分優しからできてるんですけどね、みたいなもんですか ね、 ね、 もうね、人間の半おかしいな、水分どこ行ったんだってことですけど、そうですね、まあ言いたいこと言いましたね、なんとかなんとか午前4時前に終わらそうと思ったんですけどもね、まあどうにか午前4時前に終わりましたね、終わりましたね、はい、もうすぐ始発が出るんで ね、 そ、 ねそろそろ解散という感じですよ ね、 ね、こういうビデオで、まあ今思うとね、すごい、こんだけのありますよね、一応ね、そうですね、廉価版のタイトルとか出てるんですけども、ね、こんなくらい面白いのがあるんですよね、実はハドソンって限定版1本しか出してないんですよ、その1本とはピース3、あ、ピース2か、天外魔境3です、天外魔境3、あれだけ、豪華版デラックスパックって言って、はい、当時天外魔境のジライアンのアニメが TBS やってたの、 あれの DVD が入ったりとか、あれ1本だけです、ユナとか、あるんですけども、ビーダマンとかそういう特別パッケージあるんですけども、はいはいはい、あれが通常版だったんで限定版ではないんですよね、なるほど、そうなんですよね、すごいな、知らないことばかりだ、うん、まああと1時間でおしまいということですけどね、彼女さんもね、まあ、おしまいってブランド残るんですけどね、どうなることやら、ね、まあでも楽しみですね、多分またなんかやってくるんじゃないですか、なんかするんですかね、うん、あ、そうだ、教えてくださいよ、一番面白いの、一番思い出があるタイトル、思い出があるタイトル、一番思い出あるタイトルね、なんだろうね、まあ、僕はコットンですけど、コットンのいいですよね、いいですね、コットン、あ、コットンだって PC 一番タラコさんが声やってますよね、あ、タラコさんなんだ、当時よ、そうだそうだ、あ、なんて言えばいいの、あ、ボンバーマン、ボンバーマン何よ、ボンバーマン大好きで、ボンバーマンがなかったら僕今ここにいませんからね、まあ、そうですね、最後ですね、はい、そろそろ締めろってことですか、うん、はい、そっか、じゃあ、うん、これから先はその本屋さんの、はい、本屋さん、あ、違う、コナミさん、コナミさん、そうですね、中で生きる、ええってことになりますので、はい、楽しみです、ね、楽しみです、まあ、どこからどうなっていくのやら、うん、もうどういう風にすごいもう檻の中で、はい、飯の時間だぞ、ガラガラガラっつって麦さん米7のね、こういう出されるような、ああいう生活みたいなのを、なんか、ハドソン会社が人もいないでしょうね、まあ、どういう風になるかわかんない、まあでも残られますよね、残る人もいらっしゃいますよね、いらっしゃると思いますね、はい、まあ、コメントをいっぱいいただいたらありがたいですけども、テーマがテーマのだけに触れられませんこれ触れられません、僕さっきね、ビーマリ 2X さんが触れてね、あ、失敗しちゃったと思いました、言っちゃいけないね、さっきいない、NG ワードがいくつか出たと思うので、それ後で打ち合わせましょう、はい、一応締めます、はい、この番組はですね、ATS は毎週ですね、どの番組でもメールお待ちしております、はい、この番組まだ、水木金へのご意見ご感想ご質問などございましたら、メールにてお待ちしております、はい、メールの宛先は info@akiba.tv、 info@akiba.tv でございます、はい、@akiba.tv ですね、はい、現在今のウェブサイト、こちら akiba.tv のトップページよりこの番組ご視聴になられております方はですね、こちらバナーの上部一番こっち側の方にですね、向かって左向きですね、はい、こちらからご覧のメールを送ることもできます、またですねこの番組、実際こちら足を運んでいただいて視聴することも可能ですので、はい、ぜひともこちら足を運んでいただければ幸いでございます、ぜひお願いします、よろしくお願いします、お願いします、いただいたメールは月曜日でも受けていいの、もう受けちゃっていいの、あ、そう、ぜひいただきましょう、じゃあ、来週の月曜日からもメールできれば、どんな番組なのかなみたいなことをね、ぶっきらぼうのメールで何でも、そうですね、ベートーベンさんが担当されるコピーズの番組がございますので、はい、ぜひともそちらもよろしくお願いいたします、他の皆さんはもっとメールね丁寧に読んで一応で届いた場合、あ、一応届いた場合はね、絶対読むわけじゃないですから、絶対読むわけじゃないですからね、はい、うん、なんで絶対読むわけじゃないですからね、はい、少しはふるいにかけないとねでは、今週もまたよろしくお願いします、また明日ご覧ください、僕らは来週